やばすぎるわ、マジ、百景。セリア行ったんだけどさ、本当はね、恐竜のね、骨格の、ね、おもちゃが売ってるということでさ、教えてくれて、ありがとうね、教えてくれた人、教えてもらってさ、買いに行ったんだけど、ちょっと見つかんなくて、それは。ただね、ムーのさ、商品あったの、シールと、まずはね、このシール、いや、やばくない?これ、100均だぜ!ムーのステッカー!ワンパッキーね、3種類入ってるやつが2種あって、全部で2種なんだけど、中にね、3枚入ってるから、全部で、ね、シールは6種類あるんだよね。モアイのやつと、ムー。うおー、いいね、これ!ムーのロゴ、赤とブラックのやつで、グレーとね。で、ピラミッドアイのやつ。で、ついに UFO、ムー、君と部長、ムー。このムーの特集のね、これ。このシールもいいよなー、これ。こっちはデザインええね。このモアイのやつと赤いロゴとムーの。で、ピラミッドええ。で、グレーとこのロゴとこのブラックのね。いや、いいね。ムーのロゴがデザイン B。このセットになってて、こっちはデザイン、ピラミッドは I があるから A の方か。で、こっちがね、グレーがあるからピラミッド B の方で全種類コンプしてきた。最高じゃない。これどこに貼ろうかな。でもなんか持っていなくて貼れない。でも、100均だからね。また買えばいいか。今なら100均売ってるから、ぜひね、ムー好きな人は、100均へ急げと、100均に行って、ゲットでムーのね、シール、売ってるから。で、シールもすごいんだけど、今回のメイン俺ね、これだと思う。やばくない?ムーの。世界の謎と不思議に挑戦する月下しか、ムーがね、俺はもう毎月買ってるの、今、ムーぐらいかな。毎週買ってるのはジャンプでしょ?で、毎月絶対買ってるのはムーぐらいか。あとなんか買ってるけど、あとニュートンか。ニュートンとムーぐらいかな。あと他なんか買ってるかな。やっぱりさ、未確認生物とかさ、ね、好きな俺たちがするとさ、ムーやばいよね。めちゃめちゃ面白いよね。いや、ほんとかっていうの情報たくさんあるんだけど、まあそういうのもロマンじゃん。いや、じゃあ。で、そのムーの、まあ知らない人からしたらなんでこのマークかってなるんだけどさ、この月刊ムーンっていうね、雑誌があるんだけど、ぜひね、みんなも読んでみて、宇宙人とかさ、なんかこの世の謎好きな人は、ぜひね、読んでみてほしいんだけど、面白いから。で、そのロゴなんだよね、この、黒と赤のね、ロゴとピラミッドアイとグレーとでモアイと、この辺はシールにもあったんだけどね、これね。そしてこっちシールにないね、遮光器土偶のムーが、遮光器土偶のムーこれも欲しいよね。ただね、ちょっとね、やっぱね、紙でね、厚紙で包まれてるからサーチできないのよ。サーチ無理だな、これ。厚紙で包まれてるから。でもね、全種コンプしたいから、とりあえずね、こんだけはゲットしてきたから、まあ、これでもコンプできるか分かんないけど、でもま、100均行ったのはまだまだたくさんあるから、また買ってきて、今回ね、今日コンプできなくてもまた買ってきて、コンプリートしようと思うんだけどさ、いや、最高だね。まさかムーのさ、こんな100均、これ500円ぐらいじゃない?これ普通。100円で、これ100円だよね。100均にあってもさ、100均じゃないやつたまにあるじゃん、トラップ。レジ持ってったらさ、こちら300円の商品ですけど、まあいいですけど、みたいな。でもなんかさ、レジまで持ってっちゃったら、じゃあやめますって言えないよな。なんか100円にしたらいい出来だと思いきやね、まさかの300円。そういう商品かな、これ。いや、でも100円だったよな。うん、100円だったはず。100円だったはずなんだけどな。いや、セルフレジでやったからさ、このバーコードピッ、ピッ、ピッ、ピッって、このセルフレジでやったからっていう、あんま見てなかった、値段っていうか。やべえ。やべえ。どうしよう、これ、100円じゃなかった。でもね、100均があったから、100円だと思う。うん、セリアにあったから。セリアじゃなくてもあんのかな?もしかして。それではでは、月刊ムーアクリルキーホルダー、全種類コンプリート。この厚紙が邪魔なんだよな。これがなければサーチできるんだけどな。ドゥルって、パー!怖いなすげえ、結構ぶっといよ、ほら。結構ぶってぇ、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 ぶってぇ。結構ぶってぇよ。モアイ。わぁ、100均だけどしっかり作り込まれてる。でけぇし。いいねぇ。で、キーホルダーね。キーホルダーだからつけて歩けるということで。まずはモアイゲットコール。よしよしよし。いいよ、いいよ、いいよ。今のところはね、順調に来て、まず第1回目だしな。いいわ、ワンパッキーめ。それ順調だよな。こっからかぶり需要が続く。いや、コンプしたい。絶対コンプしたい。まあでも、100円だからな。まあ、うん。いや、でも500円でもいいレベルだと思うんだけどな、これ。ムーのやつ。ねえ。こんなのこ1000円でも俺欲しいもん、これ。ムー。月刊ムーのね。いや、これグレーと遮光器でこちょっと熱くない?ピラミッドもいいけどな。もやもや全部いいよな。そして、2つ目はドドン!まあ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 。落ち着け。かぶりの呼吸を。
かぶりを打破する呼吸だ。かぶりの呼吸じゃん、かぶるよ。かぶりを打破する呼吸を。よかった、たくさん買っといて。一応ね、あれだけ全部買っといたんだよね。みんなもね、これも早いもん勝ちが、だから、あったら全部買っといた方がいいよ、もう。まあ、でも、100均の商品だから、次々補充されるとは思うけど、100均のってバンバン入るじゃん。入荷されるから。なんか厚紙あるな。ちょっとこれね、ハサミじゃなくてちぎるわ。なんか切っちゃったら嫌だからね。よし。そして、おっと、見えている？なんだ？モアイか、また。おー、やったー！ムーだー！あ、これね、やっぱそうだ、アクリル、待って待って。あ、やっぱりだ、これね、シート剥がさなきゃいけない、これ。シート。このね、アクリル商品ってね、なんかシート貼ってあるんだよね。このシートを貼ったら綺麗にこう、今ちょっとくすんだ感じでしょ？これシート剥がしたら、いや、どうしよう、これつけたいんだけどな。いや、もったいないな、これ。せっかくのムーだからな。しばらくこのまま飾っとこうかな、こうやって。ね。あ、いいね、見て見て見て、いいね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 。で、ちょっとモアイね。モアイもちょっと置いて。ふほほー、たまらんぜ、見て。こうやってさ、これがスタンドになっていいな。このまま飾れんじゃん、ほら。これがスタンドになるから、こうやってね。このまま飾れ、ほら。スタンド、スタンド。いいじゃん。ほら。このまま飾れるよ、こうやって。素晴らしい。今のところ、モアイとね、ムーの赤い方のロゴが出ました。そして、頼むぞ、コンプリートさせてくれよ。コンプできない可能性もあるからね、余裕で。100均の商品って結構ね、あれだからな。渋い時あるからな。頼むぞ、グレー出したいな、グレー。グレーイ、グレーイ。頼むぞ、来てくれ、グレーイ、グレーイ、グレーイ。頼むぞ、来てくれ、グレーイ。いくわー！グレーイ。やったー！グレーイだマジか！グレー型エイヤン。月刊ムー。いいね、月刊ムーって書いてるよ。このムーのロゴがいいよね。ムーのロゴをさ、どこにでもつけて歩けるっていう感動と興奮だよな。いや、どうしよう、一個つけ、あ、そうだな。被ったやつつけよ。これモアイ被ったから、これ一個つけるわ。そうだな。被ったやつはつけ、ちょ、レアだからね、あんまりつけなくてもったいねえよな、これな。あ、裏もね、シート貼ってあるから、両面ね、剥がさなきゃいけないね、これ両面ね。被ったやつを貼、つけられるから、全部、かぶんないとね。特に遮光器道具つけたいから、遮光器道具かぶりたいわ。いやー、ちょっと明日も行ってくるか、100件。明日行けばね、また補充されてるはずだから、明日もちょっと買ってくるかな。ちょっとやべ、また厚紙が。なんか厚紙がね、ちょっと厚紙も切りたくないからね、これね。で、もったいないね、せっかくのディスプレイだからね。さて、遮光器道具ーポ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 ーハードポーポーバリー揃ってしまったよ、レディブラック。赤と黒スタンダード来た。おお、来たぞ。やっと揃った、赤と黒のムードロゴ。よしよし、あとは遮光器道具とピラミッドアイか。で、コンプだね。遮光器道具とピラミッドアイだ。行くぜ、このままコンプリート突っ走るぞ。行くぞ、頼むぞ。もうコップ、あとね、やばい、ちょっとね、でもちょっとね、油断できない。油断できないよ、これ。一気に被りが続くっていうパティンが、アルパティンじゃん、こういうのって。頼むぞー！そこも謎の力が働いてくるからね。行くぞ。頼むぞ！遮光器で、てでってってってれって、ギガゾンビ様に、やったぞ！ドラゾンビ様か。ドラゾンビ様に、やったぞ、ギガゾンビ！遮光器道具が、いい、でっけえわ。ブラス、アクリル、でアクリルで100均商品って珍しくない？アクリル商品って高いイメージあるんだけどな。だってドラゴンボールのね、これよりかちっちゃい、アクリルのやつ、1個800円くらいしなかったっけ、あれ。めちゃめちゃ高かった。それとクオリティ全然変わんねえよ、これ。太さもめっちゃ太いし。やべえ、これ100均にあったけど、100均じゃない系かな。ちょっと怖くなってきた。ほんとこれ、スタンドになっていいよ。うわ、このまま飾れるもん、ほら。え、めっちゃ良くない？あと一周。あと一周。あと一周。でもね、あと一周のとこからね、怒涛の被り出しって何回もあったからな。怖いよな。頼むぞ！サーチング。サーチング。いや、サーチできねえんだよな。あ、これグレーだわ。あ、できるかも。やべえ。正直、できないと思ったけど。え、これグレーだわ、多分。おそらくグレー。え、待って、グレーな感じがする。
デル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 、やべえ、サーチできる。グレイって分かった。え、待って、サーチできるぞこれ。あれ、なんで分かるんだ。ちょっと待って、え、待って、これムーだわ。ただ色は分かんない。あ、でもピラミッドアイかも、三角だから。ムー、あ、待って、ちょっと当てたいな、これ。ここに頂点がね、3つある。ピラミッドアイだこれ。やった、これでコンプ。あ、やばい、サーチできないと思ったけどね、やろうと思ったらできるかもしれないこれ。でもあんまりね、ベタベタ触ったらやっぱダメだからさ、サーチはやめよう、やっぱりサーチはやめよう。サーチはね、やっぱしない方がいいな。うん、いや、俺昔チョコビのやつ振ってね、サーチしてたけどさ、あれはさ、しょうがないから、だってあれわかるんだもん、振って。あれ振ったらめっちゃゴロゴロしてるから、下のさ、振らなくてもさ、下の裏のあのバーコードの下の、ね、数字のね、字体でわかるんだよね。見ちゃうじゃん、あれ、あれはね。だからもう、でもあれはもう良くないよな。もうサーチはやめよう。サーチはサーチやっぱって良くないね。サーチ商品に傷ついちゃうかもしれないからさ、こんなベタベタ触ったらさ、やべ、もうそんだけ触ったら買わなきゃいけないからさ、な、サーチは、ちょ、びっくりしたんだけどさ、あの、カードサーチしてる人いたんだよね、普通に。よくわかんないけどね、こうね、あの、ビーって当てて、こう、ちゃう。こっち次、ビーって。店員さんに注意されてたけどね。店員さんに注意されたけど、あんな堂々とやる人いいんだなと思って。すげえよ、絶対注意されるよな。下手したら警察呼ばれるよ、あれ、多分。ねえ。そしてこれね、ピラミッ、コンプレスはピラミッドアイ。おー、やったー、コンプリート。サーチできるな。まあ、サーチできるけど、まあね、やっちゃダメだよな。サーチはちょっと言える。ちょっとね、これはやっぱズルしちゃダメだね。自分の、運との勝負でもあるからさ。え、でもできるよ、これ。やば。これもね、あー、はいはい。これもピラミッドアイだ、多分。あー、これグレーだ。ピラミッドアイっぽいな。いや、ムーか、この、ここがあるからムーだわ。やべえ、わかる。やべえ、わかっちゃう。最初わかんないって言ったけど、実際やってみたらわかるわ。まあ、そうだよな。まあ、形でわかるよな。ただ、ムーの場合はさ、色はわかんないから、ここはサーチ無理だね。開けてみるまでわからないっていうことで。いや、まあ、サーチできるけど、まあね、あの、この、商品壊れちゃうかもしれないから、まあ、サーチはしないように。しましょうという、まあ、自分で今やって、まあ、買った後だからいいでしょ、俺は。買った後にやったわけだから。まあ、買う前の商品はね、あんまベタベタ触らずにということで、無事にね、コンプリートすることができました。ありがとうございます。いやー、よかったー。無事にコンプリート、最高だぞ、これ。超かっけー。やばくね、特に俺ね、一番やっぱムーのロゴのやついいな。赤と黒のムーのロゴ。おー、いいねー。やっぱスタンドに飾ってるみたいですごいかっこいいわ。なんかさ、新しいスタンドをなんか作ろうかなと思ったんだけど、これ飾るやつ。俺こういうのってあのスタンドとかに飾るんだけどさ、新しいの作ろうかなと思ったの、場所もちょっと狭いし。でもこれでいいかもね、当分。後ろに飾ろうかな、このまんま。これいいわ、月刊ムードね。かっこいいなぁ。いや、でも、遮光器道具もいいな、これ。遮光器道具。遮光器道具でやろう。こいつもいいなぁ。いや、これさ、月刊ムーンのシリーズでさ、なんかユーマもっと出してた、なんか土の子とかさ、カッパとかさ、ね、ビッグフットの感じで、ムーンのね、あの、マークがついてるっていう。すげえ良くない？雲母星人とかさ、雲母星人の月刊ムーンのこのムーンのね、ロゴがついてるやつ。こういうの出してほしいね、また100均でね。これ100円、あの、100均、俺はセリアでゲットしたんだけど、もしかしたら、ダイソーとかさ、キャンドゥとかにもあるかもしんない。いやー、すげえいい、あ、書いてある。傷防止のために本体にはフィルムが貼ってあるっていう。このフィルムはね、あの、つけるときに、まあ、剥がさなくてもいいのかな。でも、普通剥がすよね。剥がした方がピカピカ綺麗になるから。まあ、傷はつくとは思うけど、剥がした方が綺麗だからね。まあ、俺はこのまましばらく飾るけど、すごいいい感じ。まあ、もしかしたらつけるかも。またあの、買ってくるわ、100均で。100均で補充してきて、たくさんゲットして、まあ、1つ3つ以上ゲットできたら1個ぐらいつけてもいいかな。いや、つけたいけどね。でももったいない感じがすげえかっこいいもんな、これ。いや、第2弾、待ってる。まさか100均でこんないいの手に入るなんて思ってなかったからさ。いやー、最高。みんな100均にね、ぜひ、行ったら探してみて。月刊ムーのロゴのやつあるから。これは最高。これをさ、100均で、
ゲットできるって最高だからね、マジで。天国だからね、超ラッキーだから。次の第2弾、俺はね、まあ、ちょっとまた明日も買ってくるけど、ちょ、補充買ってくるわ。まだまだ欲しいから。いや、楽しみだな、これ第2弾ね。まさか月刊ムーンの、恐竜のやつ買いに行って月刊ムーンを見つけられるなんて、最高だった。それではまた次回、次の月刊ムーンのね、商品でまたお会いしましょう。100均でもっと出るかな？もっとなんかムーンの商品出してほしいね、たくさんね。筆箱とかペンとか。めちゃめちゃ楽しい。文房具もしかしたら出るかもしれないね。たまにこういうシリーズで文房具出るときあるからさ。いや、すごい楽しい。文房具マジ出たら全部買ってくるわ。全部買って動画撮るからみんなで見ようぜ。で、ムーンの文房具シリーズ激アツすぎて。筆箱とか超欲しいんだけど。